はい、皆さんこんにちは。レックス専任講師の弁理士の大場です。で、今日は、来年の、担当試験の合格に向けたコースというところで、担当会を習得講座ですね、これについての話を、ちょっとだけさせていただこうかなと思います。で、パンフレットですかねにのっとってちょっと話をさせていただこう、これかな、というところで考えてます。でね、私の方がやるのがですね、この解放習得コースというところです。で、解放習得コースというのは一体どんなコースなのかというところになるんですけれども、大きく言うと、4法と、下3法という形で、話が分かれているというところになりますね。はい。で、まず4法の話をさせていただきますと、4法に関してはね、ちょっとここに書いてあるんですけれども、まず一つ大きなところは、こちらかな。4法横断学習というところで、すべての法律をもう同時期に勉強していくということになります。なので、基本的には、一旦ね、入門講座とかで皆さんもやってると思うので、なんとなく言葉は頭に入ってると思うんですよね。だけど、うまくつながってないなっていうところが、やっぱり勉強としてあるので、そこを一気にやっててしまう。例えば、登録要件であれば、もうそこはね、同じような手続きがあれば、そこはまとめてしまったりとか、審判に関してもまとめてしまったりというところでやっていくというような、まずはもう4法をもう横断して勉強していきましょうっていうのが1個だね。で、それによって、今までやってきた築城とは違った切り口を開いていこうかな。で、もう一個は、ストーリー理解学習って書いてありますけれども、手続きを、条文を前から見ていくんではなくって、流れで見ていくっていうことにしていきます。で、実は、これ今4法の話をしているんですけれども、これ、下3法が、これ効果が高いんですよ、本当は。例えば、著作権法とかってさ、条文がバラバラに出てくるじゃないですか。ね、なんとなく今まで美術の話してきたのに急に展示物の話だぞとかっていう形でこう出てくるんですけど、実はこれ意味のある単位で固めると勉強がすごくやりやすいんですね。不正競争防止法も一緒で、例えばこれこうバラバラに最初からやっていくと、こっちあたりやっちゃったりこっちあたりってするんですけれども、実はある例えば不正競争行為もこういうことにまとめていくと、実はかなり整理して勉強ができるということになります。で、なかなかこの著作権法とか不正競争防止法、それから、他のは当然特許とか4法もそうですけれども、なかなか手続きに沿った勉強というのが自分ではしにくいというところがありますので、一応そちらについてを、勉強の主軸としてはやっていきたいと。で、私自身が講座としては何をね目標にしてるかというと、やっぱ皆さん楽しくやってほしいっていうのが一番なんですよ。これはね、非常に それが一番でいいのかって感じがしますけれども、例えばちょっとこの合格者の声っていうのがパンフレットにね載ってるんですけれども、でちょっと手前味噌で恐縮なんですけど、この方あれなんですけど、例えばほらここのね、この講義が楽しいと、これがね私一番嬉しい話で、やっぱ楽しくなかったら勉強って続かないですよ。だまずそういった意味での、楽しんでやっていただきたいっていうのが一番メインになっちゃうかなと。ただ、そのためには、楽しんで終わったらさ、趣味の勉強になっちゃいますから、やっぱ一番大事なことは何かというと、来年の担当試験に突破するっていうことですから、でやっぱりまずは試験に突破できる力を蓄えていただくと、そのためには楽しさが私は必要だと思ってますね。で、あとはね、勉強やっていく上で試験に合格することと勉強ではない、私はこれよくいろんな講座で言うんですけれども、皆さんにとって弁理士試験っていうのはこれ仕事ですからね。皆さんの弁理士試験の合格プロジェクトっていうのが今動いているような状況で、勉強とはちょっと違うのよ。勉強と仕事何が違うかって言ったら、突き詰める必要がないです。これは仕事なので、要するに成果さえ出せばいいんです。出せばいいというのはちょっと言葉悪いですけれども、勉強みたいに分かんないところをとことん追求してね、理解しようって、私はあんまそこを要求してないですね。何かといったら、逆に言えば試験に出るところをしっかりと解けるようになってほしいと思ってます。逆に試験に出ないところについてはいらないんです。これいらないです。もう単純に出るところをしっかりやっていただきたいなと思いますね。はい。なので、下ですかね、どんな受講生が対象ですかというところで、私自身は知識は分かってるっていうんだけれども、やっぱ思い出せないよ。だから聞けばね、確かに不使用取消審判あったよね。再審、あるよあるよ。でも問題解けない。そういう人がね、やっぱり知識として、頭の中にはなんとなく残ってるんだけれども出てこないっていう状況の人を、うまく知識が整理して出せるようにしていただけるといいんじゃないかなと。で、特にやっぱり私、いろんな講座があると思いますし、いろんな先生いらっしゃるんですけれども、私自身が一番他の先生と違うなと思うのは、暗記力が弱いですね。自分自身はあれですけど、多分他の先生と比べても私が一番暗記の覚えてないですね。いろんなことね、もう本当に自分でも情けない限りなんですけど、だからやっぱり自分が勉強する時も、じゃあ覚えてなくてもどうやって問題って解こうかと、
で忘れちゃってもうどうやったら答え出そうかっていう、やっぱそこを自分の勉強でもそう考えていたし、でやっぱ皆さんに自分が覚えられないのに覚えてくださいなんてね、これは言えないですから、でまあ当然ね全部覚えなくていいわけじゃないけれども、やっぱり覚えることを最小限に絞っていくっていうことが一つのポイントかなと思いますので、まあそういった意味ではね、やっぱ皆さんにいかにね覚えなくても問題が解けるかっていうところを教えていきたいというふうに思ってますね。はい、であとはそうですね、まあまあまあここは今ちょっと話をしたのと、まあ、ほぼ同じなんですけど、受験生のメッセージとかね、ちょっとページをめくりにくいところですが、合格するためには難しいことをする必要はないんだと、当たり前のことは当たり前に確実にできる、これがやっぱり重要なんじゃないですかと、ね、やっぱ私やっぱこう楽しくと絶対言いたいんですけれども、ね、やっぱ勉強って楽しくなかったら続かないしね、うん、でそういった面ではやっぱり皆さんとね楽しくやっていきたいなと思っています。はい、で、具体的なスケジュールっていうところをね、これ見ていただけると、まあ、面白いんですけれども、まあ、一応担当解放習得講座のね、紹介のページというのが28ページにありますので、ちょっとまあここを使って説明したいんですけれども、まあ、今これ言ったやつですよ。手続きの流れの中で十分の理解を深めましょうというところですね。だからこの、まあ手続きの流れと。ここをしっかり押さえていただきたいというところですね。で実際まあ私もまあ普段は事務所で実務やってますので、まあ、こういった時はこんな手続きがあるよねとか、こういう場合で多分警告が来たんであればこんな回答した方がいいんじゃないのって、よりやっぱ具体的に捉えていただきたい、うん、結構皆さん勉強で本当にこうとかオツなんですよ。こうさんオツさんX 社そうじゃない、ね、こうさんよくね私時々講座で聞くんですけど、こうさん何歳なのって聞くのね。でね、私の講座慣れてる人はね、もうこうすぐ帰ってきますよ。ね、45歳ぐらいとか。あ、そう、会社何人ぐらいの X 社はさ、20人の会社とかでね、よく言うんですけど、それって何かというと、やっぱりより具体的なイメージを持ってほしいと。単純に無味乾燥な問題文を読むわけじゃなくて、内容をしっかりとね、イメージを自分で便利紙として作ってほしいなと思ってます。で、やっぱりその四方横断っていうところの勉強をすることによって、覚える量をより少なくしていくというところですね。はい、そこをまあしっかりと意識をしていただきたいなというところですね。で、下散歩の対策なんですけれども、これがですね、まあいろいろとあるんですけれども、まずさっき言った著作と布教に関しては、これ条文ごとを流れで固めてますので、これはなかなかないですね、この視点のテキスト自体も。だからまあ非常にいいとは自画自賛ですけど思ってます。ただ PCT のテキストに関しては、実は担当解放の PCT のテキストに関しては、本試験で絶対にテキストさえあれば解けるんです。これ 100% 言える。担当解放のテキストで PCT の問題は 100% 解けます。なぜかといったら単純で PCT の本則と規則に基づいたのでテキストを作ってるんです。だから、ただ逆を言うと覚えるのは無理です。だからテキスト全部。じゃあどうやって PCT って解くのかといったら、これ実は PCT って対策は簡単で、まず流れをしっかり抑えるっていうところと、条文のなんですかね、役割っていうんですかね、例えば機関の意味、国際調査機関というのは一体何をしたいのか、事務局っていうのはどういう手続きをしたいのか、そこをしっかり抑えていくってことが大事です。なので PCT については確かに担当のね過去問で問題やります、条文確認します、規則確認します、これが王道の勉強なんですけれども、実はそれだけだと逆を言うと PCT の規則を覚えてないと正解が出せないんです。で私自身はそういうね規則を覚えてればできる、忘れちゃったからできないっていう勉強法はやめていただきたいと思ってます、うん、だから何かといったら流れとそれぞれの役割、そこからしっかり回答を出していくということを身につけてほしいと思ってますね。でそれはやっぱり普段ちょっとやっていかないとなかなかできないっていうところありますので、まあ、年末ぐらいにやっていただければよろしいかと思ってるんですけども、ただPCT に関してはそういう進め方ですね。で実際やっぱその考え方が身につくと、結構去年の受講生さんとかも結構安定して点数が取れるようになりますね。 PCT に関しては根拠は分かんないですよ。結構なんでかっていうのは分かんないんだけど、丸とパスの答えが出るっていう、その状態に持っていけるんですね。当然全問正解するとはかなり厳しいと思います PCT に関しては。ただ3点とかっていうのが結構取れるようになるんですね、少なくとも。なんで PCT3 点でパリ2点取ればそれで条約5点いきますん でそういう方針が、まあ、一番よろしいんではないかなと思ってますね。はい、でスケジュール的にもですね、ちょっと今年は工夫をしまして、最後に4法総まとめというのがあります。で、まあ、これまあ、コレポンっていうねまとめるレジュメがあるんですけれども、まあ、それを使って年明けだから年内で一通り学習していただいて、最後もう一度4法については年明けにまとめの学習をするというところで、より知識を強固にしていくと。でこの4法総まとめが終わった段階で、まあ、いよいよ4法の過去問演習を本格化していくということを進めていただけると、スケジュール的には一番いいかなということで考えています。
で逆に年内に関しては、まあ、4法ですね、主要の4法と、あとはまあ下3法ですね、というところで考えています。であとは、下3法が始まって頃から、通学の方は特にそうですけれども、よく私帰れませんっていうのをやるんですね。でこれ何かと言ったら、最後にですね10枝ぐらい解いていただくんです。でそれが全部できるまで帰れないというのよく私帰れません歩行ってやってるんですけれども、一応まあ今年もそれはやろうかなと。で一応まあ板書にですね問題だけ入れますんで、まあ、通信の方はまあ板書でご自身で解いていただくと、まあだからね、あの誰か身近な人が答え見てくれる人いたらそれができるんですけれども、まあ通学の方はあのそれを、まあ、下散歩がちょうど始まった頃ですかね、まあ11月ぐらいから、あの前半はちょっとすいません、質問対応とかもしたりしなければいけないのでちょっとやってないんですけれども、まあ11月ぐらいから4歩の勉強がちょうど終わるんでね、ちょうどもう一通り終わるということになれば、まあ、その後から対応ができるのかなと思いますね。はい、というところを一緒にやっていきます。それからテキストについてちょっとだけご説明をしていきさせていただきますと、まあ、あのこのようにですね規定のイメージを作って、まあ、4歩の流れが分かってますよというところでね、一番まず私がお勧めしたいのはここのね、速攻ポイント、これがまあ4歩総まとめでまたやるんですけれども、これ何かと言ったら、その単元でテストに出るようなことを、まあ、あのここにですね、ざくっとまとめてます。で、結構ここはまとまっていまして、ここだけですね、ここだけ、あの、押さえただけでも、実は担当の試験というのがそれなりに解けるんです。うん、だからまあちょっと書き方がね独特なんですけども、ただ本当にもう最後試験直前に確認していただく。で今は速攻ポイントもまとめたものをですね、最後のこれポンっていうね、あのポイントでまとめたもので4歩総まとめというのをやりますけれども、あのそこをきっちりまとめたものっていうのをあの出してます。であのここが抑えられてないっていう方がかなり多いです、担当からない方は。うん、であとはまあ要点チェックは結構時々まあこう表を使ってまとめたりしていますので、まあ、その表をね例えば縮小コピーして4法対象なんかに貼り付けていただけると、まあ、非常にあの自分としてもまとめがね、あのご自身でまとめの4法がうまく作れるんじゃないかなと思いますね。はい、であとは、私は特にここもあと重視していまして、で通常ですね、まあ、あの私の入門講座とか他の講座でもですね、よくこの担当に関しては条文別に足をまとめてるんですね。でこれは理由がありまして、やはり条文ごとに問題を見ると傾向が分かるんですよ、本試験で。どこを要点として、あのどこの要件をポイントとして出題されているのかが分かります。うん、例えば、まあ、東京79条とかであれば、こういうところが中心に出てるんだねっていうところが、あの実は分かるんですよね。うん、でましてはこう隠せばさ、一問一答集みたいな使い方できるでしょ。うん、で、あえて本誌で問われてる問題しか載せてません、これは。で、なぜかと言ったら、本誌で問われてるところと問われてないところを、これで明確に判断してほしいんですね、ご自身で。あ、この問題は、こういうところ、この要件は本誌で出てないな。じゃあ、後回しにしよう。この問題はこの要件出てないな、じゃあもしかしたら次の年出るかもしれないから、ここ押さえとかなきゃとかっていろんなことが考えられるでしょ。でそれっていうのはこの条文ごとにやっぱり過去問をしっかりまとめてるっていうところでできると。で今ないんですよ、この足別の過去問集というのが。なのでちょっとまあ過去10年分ぐらいですかね、4法に関しては。で著作不況に関しては、入ってから平成10年から全てですねについて含めてるということにしています。でその中で今度は4法をこう足別に並べてるんで、あの条文別に並べてるんですけれども、共通するテーマについては解法チェックという形でまとめてます。うん、例えば衣装法については29条には32個で適用になりませんよっていう問題だったりとか、商業法については先勝権が認められるのは同一の商業のみですよっていうのがこう決まったね、解説のテーマっていうのかな、条文のポイントで複数の問題が出ているものに関しては解法チェックという形でまとめてます。ということは言ってしまえばもう品質なんですよ、この要件に関しては。今ちょっとこれサンプルのテキストですからこれしか載ってませんけれども、まあ、実際はもっと多い問題とかありますね。1個のテーマに対して本当にもう毎年出てるっていうような場合があります。だからそういったものに関してはもう絶対にそこを押さえとかなきゃいけない要件なんですね。ということはご自身として優先順位がつけられる、担当の勉強において、まずは解法チェックで共通のポイントを抑える、次に関連過去問のところで足別で見た時に過去問で問われている論点を潰す、で最後に過去問で問われてない条文の論点要件を潰すという形で段階的に勉強していくことができます。でこれがまあ私があのさっきから言っている、結局試験に出ることを最優先していく、仕事と一緒ですからという形で意識をしてやっていただければよろしいんじゃないかなと思いますね。
はい、でこの、まあ、過去問のまとめに関しては PCT、著作不況ですねあのについても同じですね。パリ条約とかについても同じで、まあ、条文ごとにあの足のですか、ね、問題の足ごとに並べているというところですから PCT はね結構バラバラに出てきますのであまり固まってないんですけれども、ただそう言ってもやっぱ中には同じ規則とか同じ本則で何回も出ている問題となります。でやっぱりそれが固まっていることによってあここは絶対押さえておかなきゃいけないなっていうことが要点としてわかるのかなというふうに思いますね。はい、まあ担当解放習得講座としてはやっぱりこの過去問をベースに逆算をしているというところが一番あのポイントだとは思ってますので、まあ、そういった意味でぜひねやっぱり来年の担当試験の突破というところを目指して勉強を私は講座をねうまく使って進めていただけるとよろしいんじゃないかなと思います。やっぱりね担当試験って辛いですよね。で、まあ、今年受けられた方もいらっしゃると思いますし、なんか、ね、毎年やってもこう毎回毎回新しい問題が出てきてどうやったら合格最低点取れるんだろうって悩む時期だと思うんですよね。で当然条文が大事な試験ですから条文を大切にすることはよくわかります。ただそれだけだとなかなか試験は点数が取れないです。でまあ、当然覚えられるよ、ね、あのもう条文についてはもう自分はねあの、まあ、そこ暗記できていくんだっていう方はそのやり方も結構です。ただ私は自分ができない。だから皆さんにはどちらかというと理解ですね、うん、よくあの講座の中で、まあ、今後ね担当解放の講座でよく言うのが趣旨とかも結構聞くんですよ。私、まあ、あの生の場合は受講生に聞いてきますんでこの趣旨って何なのってよく聞きます。条文上どうしてこの定し書きがあるの、なんでだと思うとかっていうのを聞いていくんですね。でこの時に趣旨とかっていうのは皆さんねあの原則しかしそこでは答えられるんだよ。でも一言で言うと何なのっていうのが割と答えられない。だからテキストのことを覚えちゃってるのね、うん、覚えちゃってるんでそれを要するに一言でって言われると自分が理解した上で答えなきゃいけないので結構詰まってしまうんですね。だからそういった意味ではまあ理解をやっぱり重視にしていただけるといいのかな。だから結構ねあとごめんなさい、そんな1個だけ言っとかなきゃいけないのは担当解放ってね話が飛ぶんですよ、いろいろと。4本も複合で一応皆さん一通り入門してね入門を経験されてるって前提で話しますので結構飛びますよ。うん、私自身これをサブリミナル講座って勝手に呼んでますけど、うん、要するに今どっかで話したことが皆さんの記憶に残っていただければいいなと思ってるわけですね、うん、例えばよく聞くのは、ね、出願公開がありますよと、ね、じゃあ出願公開制度が要件となっている条文というのは何なんですかっていう聞き方とかねよくするんですよ。で逆あるわけね、うん、何とかの条文は出願公開が要件になってますよ、でもじゃあ出願公開されるってことによってそれが要件となっている条文って何があるっていうと結構その逆方向は皆さん考えないんですよ。で理解できていればこれ双方向に知識で出てくるわけ。でもあれなんだろう、出願公開ってなんだ、出願公開が要件となってるっていうのがやっぱパッと出てこない、うん、でも逆に言えば優先審査の要件って何って言ったらあこれ出願公開だよねっていうのが出てきたりするんですね。で結局なぜかと言ったらそれは覚えてるだけ。なんでじゃあ出願公開が要件なのかっていうところを理解していないからどうしても双方向の知識っていうのができない、うん、っていうことになるのかなと思います。でそんな話を私の方でもういろんな話してきますよ、うん、で、まあ、できれば楽しくね、さっき言ったように、まあ、楽しくといっても残念ながらねあのお笑い芸人みたいなことはできませんけどもただやっぱり勉強してねあー今日も面白かったなと、うんね、次何の話が来るのかなっていう気持ちにやっぱり私はなっていただきたいなと思ってますのでね、そうやって楽しみながらやりつつねあのやっぱり過去問をしっかりやる時期になると辛いですからあのそこにね行くまではせめて楽しく一緒にね勉強して試験に出るところを中心にポイントを抑えられればよろしいんではないかなと思っています。はい、まあ、そういった意味で担当解放習得講座っていうのが、まあ、なかなか似たような、ね、内容の講座がないと私自身思ってますのでぜひ皆さんとね一緒に勉強をしていって来年こそは担当試験、ね、合格していただきたいと思っておりますのでね、皆さんも力は絶対にあるはず、うん、と私は信じてますね。やっぱ皆さん優秀ですよ、絶対優秀ですから、もうあとはもう引き出し方だけ、うん、インプットじゃないの、もうインプットは私はできてると思ってます。そこそこね、まあ、当然まだ 100% じゃないよ、なんだけれどもやっぱ一番難しいの引き出し方だって、そうでしょ、過去問やってさあこれこれって思うじゃない、解説読んでさあこれだよって、なんでまた俺間違えるんだろうっていう時にやっぱ間違えてる理由があるんですよね、うん、だそこをしっかり潰すってことが大事だと思いますのでぜひね本当に来年の担当試験の合格に向けて頑張っていただければと思います。はい、一緒に頑張って、私もね当然教えるの頑張ってね、頑張って皆さんがより理解しやすいようにね、進めていきたいと思ってますので一緒に来年の合格を目指して頑張っていきましょう。はい、というところで、じゃあ今回は担当解放習得講座の、ね説明ということでちょっと話をさせていただきました。はい、では来年の担当試験、いや
弁理士試験全体ですね。当然担当だけは皆さん目標じゃないですから。あ、ちなみにさっきの趣旨とかの話をね、最後に脱足ですけど、割と趣旨とかを一言で結構パンパンと聞きますので、論文対策にはかなりなりますね。うん、そこはやっぱり論文でそこが大事 で論文の話も当然そこはしていきますよ。書いてもらうってことはないですけれども、例えば条文ラインって私よく言うんですよね。条文ラインって何かって言ったら、論文では必ず書かなきゃいけない論文条文の組み合わせがあります。例えば商業法で言えば31項3号と41項16号ですね。ここは、まあ、ほぼ組み合わせで書かなきゃいけないっていうのがあるんですけれども、まあそういったところの話もね、織り交ぜながら、それで担当の要件も聞きつつ、じゃあ論文だったら何書くのみたいなね話をして、特にまあテキストのね日本チャット、ちょっとさっきはしょってしまいましたけれども、青本チェックとかもね、これありますんで、こういうふうに、青本の要件まとめてるんですよ。だからこれで青本読んだことになるというふうにはしていますんでね、試験に出そうなところについては、青本の内容をこうやって持ってきてますので、まあ、担当からのテキストを使えば、結構この辺を一気にまとめられると思います。はい、というところで、じゃあ来年の試験目指して、皆さん一緒に頑張っていきましょう。それでは、これで説明を終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。頑張りましょう。